皆様こんにちは。東京印書館プリンティングディレクター高柳昇です。本日も最近私が手掛けた写真集を紹介ということでですね、本日は写真家金子美智子さんの写真集ヒーローになります。デザインは三村寛さん、版元は日本写真企画さんになります。このヒーローという写真集は金子さんが日本の四季折々の風景に自ら感動され、それをどうしても読者の皆様にもお伝えしたい、あるいは同じように感動してほしいということでこの写真集をまとめました。金子様は日々の撮影の中で日本の四季折々の美しい色というのはやはり古代から日本人が培ってきた、紡いできた伝統色、日本の伝統色と深い関わりがあるのではないかということでですね、今回このように日本の伝統色の見出し、例えばこのページですと金器鏡というページになるんですが、こちらが金器鏡になります。はい、こちらがですね、刷ったばっかりの印刷物になります。よく皆様ご覧くださいませ。色が非常に美しいと思います。今回ですね、金子様の RGB データ、 RGB による撮影をデータを拝見しますと、非常に透明感のあるブルーであったり、オレンジであったり、金赤であったり、ピンクであったり、非常に彩度が高いデータをいただきました。またデザイナーさん三村寛さんの方からは、やはりプロセスでは難しいでしょうと、プロセスインクでは難しいでしょうというご質問もあり、また寛さんの方から高炎色、高色域インクを使えないかということでですね、私も了解しましたということで、今回はブロードというインクを使っています。高炎色インクの一つですけども、高色域インクの一つですけども、この特徴はですね、やはりブルーであるとかレッド、オレンジ、ピンク等の色がですね、非常に彩度が高く、色域が広く再現できます。どうでしょうか皆さん、なかなかやっぱりこう奥行きがあり、なおかつ透明感がある印刷に仕上がっていると思うのですが、ただこのインクのですね、気をつけなくてはいけないところが、そうですね、一言で言うと、その記憶色がプロセスインクとは違った発色をします。特に記憶色の中で目立つ色、例えば肌色であるとか、あるいはグレーバランスであるとか、その辺の調整が必要になります。プロセスインクとは違った製版をしなければいけなくなります。簡単に言うとですね、マゼンタ、紅のインクが結構彩度が高いインクを使いますから、どうしても赤浮きをいたします。その辺の制御さえきちっとできれば、製版上の制御さえできれば、綺麗な印刷物ができると思います。こちらの見開きがですね、日本の伝統色白練りという色のページになります。先ほど申し上げたグレーバランス、こういうところがですね、どうしてもそのプロセスインクとはグレーバランスが変わってきますので、赤が浮きやすくなりますから、製版時にはくれぐれも注意をしてください。日本の伝統色というのは正直言って非常に色数多いですよね。単なるイエローではないし、単なる赤でもないし、この日本人独自のその何と言いますか、この感性と言いますか、その辺も含めて金子さんの写真集からお感じになっていただけると、私も心から嬉しく思います。私も今回のこの金子さんのヒーロー、この写真集を制覇しながら存分に色味を堪能させてもらいましたし、また心が洗われるようにスカッとした気持ちになりました。どうぞ皆さんも一度お手に取ってご覧ください。それでは皆様、また来週、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。